はい、それではですね、本日は多岐にわたって活躍をしている高橋貴子さんのルーツ、ルーツ。知っていただこうと思っておりますので、貴子さん、今日はですね、いろいろと質問させていただこうかと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたしまよろす。しくお願いします。現在、貴子さん、非常識経営コンサルタントとして、大活躍なさっているんですが、若い頃から、この非常識というふうに言われているような、この幼少期だったりとか学生時代を送られていたんですか？そうですね。ちなみに非常識の非っていうのは飛ぶっていう方での非常識っていうので肩書きに私させていただいてるんですけれども、おそらくなんですけど、幼少期レベルの記憶があるところで言うと小学生とか、まあ、中学生でもいいんですけれども、多分普通の例えば女児小学生っていう子たちが過ごすであろう過ごし方じゃない過ごし方はしてた可能性があると思ってます。で、具体的にはですね、どういうかっていうと、家がまず貧しかったっていうのがあります。で、父親、あんまり働かない父親がいて、で、お母さんがその分2倍3倍働くっていうタイプの母だったので、まあ、今だと多分そんなのないかもしれない、鍵っ子と呼ばれるような暮らし方をしていたので、いない家に帰ったら親がいないが割と当たり前、自分で家に入ってっていう状態だったんですよ。で、弟、5歳離れた弟がいるんですけど、小学1年生とかの時に1歳だし、小学2年生の時に2歳とか、そんな感じの年の離れ方をしているので、母親がいないっていうことは、私が弟の面倒を見ることになるんですよね。でも、まあ、遊びたいじゃないですか、私だって。で、その弟を連れて遊べる遊びをするみたいな感じだったりする。とすると、男子と遊ぶとですね、弟も一緒に面倒見てくれながら遊んでくれたりとかしたいっていう感じだったんで、女子ともまあ遊ばないことはないんだけど、私、男子と遊んでることの方が多かったです。子守も含めてなんですけど。そうなん。だから、なんていうのかな、女子で固まるとか、キャーとか何しようっていう頻度より、男子と一緒にいる頻度の方が高かったんですよ、私。弟連れだったから。そうなんですね。だそう。から大胆なんですあ、ね。そうそうそうなんですよ。で、それこそ、ね、運動とかも、マラソンとかは、結構苦手で嫌いで、唯一運動の中でいまいちなやつなんですけど、他のものって、男子と一緒にドッジボールとか、男子と一緒にっていう感じでやっていたので、そういう意味では身体能力的にも多分鍛えられた部分はあったと思うんですよ。そうなんですね。そうなんですよ。だからね、普通っていう領域がないんですよ。その家庭環境がそうだったのも、みんなが塾に行くって、私塾に行くお金もなかったから、自分で勉強もしなきゃいけなかったので、塾に行けない分、自力で勉強って、でも勉強の時間のコントロールも母が仕事に行っちゃってるからいないけど自分で必要だよねって思って、だから怒られながら宿題をやるとか全然なかったです。やらないと自分がダメになっていくような感じがしてたんで、子供心ながらにこの状態からどうやったら脱することができるんだろうは、今の自分の状態じゃない状態作らないと多分無理だと思ってたから、そのために一番近道は勉強することだと思ったんで。そうなんそうなんでですよ。だから子供らしい遊びがね、できてないんですよ。弟の面倒と、で、すね。その、まあ、男子とっていうのだって、じゃあ、例えば女子、女の子で、なんか、おやつ食べに行こうかじゃないけど、なんかそういうのとかね、高校生とか中学生とかやっても、交通費ないですもん、だって。原宿行こうよとか、いや、高いでしょ。JR 高いよとか思って、往復するだけで1000円とかなくなっちゃうじゃんみたいな感じで、しかもなんかクレープ食べようよとかなんか言われたら400円とか500円かなんか忘れちゃったけど高いじゃんみたいな、ないんですよ。だって月のお小遣い1000円ぐらいだったからないんですよ、お金が。だからお金がなくてできることっていうと、まあ
本読んだり勉強したりとか、そういう弟のそれやったりとかだから、結構そういう意味ではインナーな人ですよね。そんあ、なそうなんですによね。暗い印象はないんだけどね。だから誰でもいいっていう感覚があるから、男子も女子も隔てなく付き合っていたし、まあ、責任感もまあまああるんで、なんか学級委員長とかはやっちゃうんですよ。学級委員もやられたんです学ね。級委員とかもやってました。生徒会へえ。長とかまではあれだったかな、副会長ぐらいやったような気がするんだけど。あ、すごいですね。そうなんです。だから、なんか、そう、非常識みたいな部分は、常識っていうみんなが一緒にやることをそもそもできない環境だったから、できないのが当たり前っていうふうに振る舞ってると、常識の枠がなくなるんですよね。本当はこうあるべきとか。だから下手するとすごい人気の男子とかいるじゃないですか。そういう人とだって、そのみんなで遊んでる中にいたりすると、女の子からすると近づきたいのに近づけないの、なんかずるいみたいに多分思われてもいいはずなんですけど、まあ、弟の面倒見るっていうのもあったのかもしれないんですけど、特にそういう嫉妬も受けることもなく。そうなんですね。そそううなんです。か。幼少期、当時は大変だったと思いますけど、貧しいではないですけど、お金の部分で困っていたということと、あとは弟さんを、育てるというか、育てていたということから、貴子さんって面倒見がいいじゃないですか。そうなんですか。ありがとうございます。貴子さんの仕事っぷりを見ていると、今のその生徒さんだったりとかの貴子さんに対する慕い度っていうんですか、慕っている感だったりとか、そういったところも、あ、そうか、弟さん、そういった幼少期に育てているっていうか、そこから今に至ってるのかなと。まあ確かに今ね、喋ってみて、そういう部分だからといって、めちゃめちゃその、なんていうの、優しいお姉ちゃんじゃなかったですよ。厳しい。厳しい、何やってんの的なところとかあったりとかするから、お姉ちゃんに逆らえないっていう主従関係、弟とあれみたいな。姉ちゃん怖いみたいな。まあその代わり、ほら、弟が例えば団地住まいだった時とかに、その同じ列のね、団地ってこう横にこうなってるじゃないですか。で、そこに同じ年代ぐらいの、人がいて、弟の方がやっぱりちょっと、もうちょっとインナーな感じな子で、主張するっていうタイプ、口が立つタイプじゃなかったから、やっぱいじめられやすい対象ではあるんですよ。で、同じところの団地に住んでるその階の子が、なんかいじめたりとか、なんかやっているのを、たまたま私が帰った時に見つけて、で、何やってんだとか言って。で、なんか、うどのこの点か、ちょっとひ弱そうな、ちょっとジャイアンほど全然ジャイアンじゃないんだけど、そういう男の子と、その妹が弟いじめてる場合に遭遇した時に、私の弟だって知ってやってんのかみたいな感じで言って、そうなんですね。今度手出したら私が相手をするから、文句あるなら私に言ってこいとかっつって言って、そういうこともする姉でした。そうか、そういうところで、今でも、生徒さんたち、何かあった時には、守ってあげるような、そういう心があるんですね。それはありますね。だから、だからこそ私って、その人まで守れる私っていう状態を作っておくと守れるじゃないですか。確かに。それによって、じゃあそのジャイアンっぽい男の子がさらにもっと中学生とかにやって復讐してくるとかだって可能性としてあり得たわけじゃないですか。もっと強い人を引っ張ってきて。それでも多分私は、多分立ち向かう覚悟があってそれを言ってます、おそらく。さすがですね。だからきっとそれが相手に伝わると、それ以上相手してこないんですよね。確かに。もうだから、なんていうの、石比べっていうか、根性比べな感じで、私のこの覚悟と根性についてこれるかみたいな、圧加えてるんで。それをやっぱね、私の弟の、そのいじめを止めさせるっていうためには、結構な圧加えないと止まんないなと思ったから、いない時にも手を出させないって思って。そういう感覚で子供の頃からそういうの言ってたんで。素敵ですね。やっぱそうやって
人を大切にする、まあ、人から慕われる要素がもう子供の頃からあったんですね、高子さんは。だから多分頼れなかったから、要は親っていう存在がなかったので、母は感謝してるけど仕事で忙しかったから、いない間に自力で判断しなきゃいけないことが多すぎて、こういう時にって相談できる人いないから、じゃあ今こうするべきかっていうのを必然的に子供だけど考えて動くっていうのが多分当たり前になっていて。そうか。なんか僕的に今聞いていて思ったのが、仕事で行った時にも、その仕事で行った時にも母でいるみたいな感じですね、高子さんが。どういうこと？お母さん的なんか立場なんじゃないのかな、何かあげられ、あ教えてあげる、何ですか、この。あ、わかるわかる。わかったわかった。そう。だから弟が結構よく私と比較されるんですよ。で、私当たり前だけど勉強をすごいするから、それなりのできちゃったり、それなりの学校とか行けちゃうわけじゃないですか。公立ですけどね。で、弟って勉強そんなにしないし、ただ、漫画家になろうとしてたぐらいだったから、今は違いますけどね。絵は得意なんですよ。でも、それは彼の生き方で、私の生き方とは違うって思っていたから、勉強ができないことが別には悪でもないし、そっちの才能は私、最近その AI お絵描きソフトにはまってるのが、唯一手で描けなかった領域、だから私ができない領域を彼はできていたから、そこではリスペクトしてたから、他のが全然ダメでもね。でも大体人ってそうじゃないですか、通常。何かが欠けていてとか、何かができないっていうのがその人の個性だから、できるところをやっぱ見てあげるっていうのが弟で、みんなによくね、全然違うよね的なこと言われたけど、いや彼は彼で私が全然できないことできるからって言ってたから、そういう感じの個性を認めるっていう癖もついてたから、生徒さんも千差万別なので、その人なりきのやっぱいいところってっていうところがあるので、指導の言い方とか言葉の調子とかは変えてますけれども、全員そのあるがままで OK っていうのが基本スタンスなんで、その状態を受け入れるっていう状態なので、だからなんか変なこと言う、こんなこと言っちゃって、はあとか言う時とかもあれば、もう笑っちゃうよねとか言う、何それとか言って、面白すぎるよその発想とか言って、もう面白がっちゃうの。あまりにも突拍子ない不思議なこと言うと。面白いけど、ちょっと一般的には普通じゃないから、その領域はちょっと外れすぎると、お客さんから見たとき、すごい変な人になるけどいいとか言って、そういう話で、やっていくことができるのは、多分弟が普通じゃなかったからっていうのもあるかもそしうなんですね。でも分かりました。その面倒見がいいというところは、もう本当に子供の頃からなんだということが分かりました。ありがとうございます。ありがとうございま僕す。今、高子さんと今お話をしていて、一個気になることがあったんで、また質問お、させてもらいたいんでいいすですけど、ね、まあ、いいです。勉強と本が幼少期からって、まあ、いろんな勉強が得意だっていう、国公立って今おっしゃったじゃないですか。もう高校も大学もやっぱりいいところに行かれてたんですか？中学は、学区の近いところに通って、ここは普通じゃないですか。で、その後高校に上がる時のお金もないから、当然都立行くわけなんですけど、当時学生を引いてたところで、西の立川に住んでたので、立川高校っていう高校に行くことにしたんですね。で、その時に、立川高校って大体入るためのそういうなんか模試とかあったりする平均偏差値が大体72とかって、72？ 72とかだったんです。72 75じゃない？最高が。だから、はい。70から72のあたりをうろちょろしてないと、受かる判定が出ないような状態だったんですよ、当時。はい。これをですね、独学でやるの、大変なんですよ。皆すさん、ごいですね。皆さん普通に塾行くから。塾もうなじゃしない。で、塾なしで、だから1000円とかのお小遣いの中の、もうほぼ、それをいっぱいいっぱいを
学習参考書買うのに使って、今月はこれ1冊、来月これ1冊ってやって、それを教科書と併用しながら、自分で埋めながら、模試の傾向とかを分析して、で、やるっていう、独自で勉強してたから、なので、独自で何かを生み出すとか勉強するっていうところもそこで多分培うことができていたんですよ、おそらく。すごい。で、それにプラス加えて、当然そのね、お金がないからっていう部分もあって、で、入学はするんだけれども、うまくね、それはできたんです、ちゃんとそうやって。で、私ね、初めて、割と中学の時もそうやって頑張って勉強していれば、学年の上の方とかに入れたのに、その立はい。川高校に行くとみんなが頭がいいんですよ。うん。本当に天才型の人とかもいて、ただ先生の話聞いてるだけでノート取ってないのに普通にいい点が取れる人っていう人を見ちゃったりとかして、頭がいいってこういうことなんだっていうのをその時理解して、挫折っていうほどじゃないんですけど、200人ぐらいいる中で初めて真ん中ぐらいまで落っこったんですよ、私。真ん中で、そうね、すごい、まあ、すごいですね。そうそうそう、だから、世の中ってこうやってできる人ってわんさかいるんだっていうのを高校生の時に知れてよかった。早いですね、それ。そう、だから、でもうその天才肌の人にはどうやっても追いつけないんですよ。だってこうやってただ授業を聞いててノート取らなくて、特に数学とか私大変だったんだけど、数はい。学とかも普通にチャラリンって取っちゃうんですよ、点数。すごいですね。そうなんですよ。で、しかもそういうなんかふーんってやってる人に限ってチャラいことやっていて、バンドとか昼休みとかやってて、何なのこの人っていう人が高校生の時に出会っちゃってるんですそうなんですね。よ。だから、上には上がいるし、だから自分は自分でできるなりきのことをやっても、私の場合にはそこで天才肌じゃないから、もう努は力い。でどうにかする。あれで量だ、量だ、私の場合は量で勝負だとか思って。ただそれでも時間で埋めようがない部分はあったんですけどね。その後ですよ、今度夢を追いかけるために、当時なりたかったのが通訳とかだったんですよ。世界中に飛び回りたいっていう、狭いその空間に閉じ込められるのが嫌だったので、海外に行きたいっていうと、通訳しか私分かんなかったんですよ、最初。そしたら通訳になるためにはって職業の本を読んだら、いや、なかなかに大変そうだなとか思って、これちょっと目指すの大変かなと思った時に、ツアーコンダクターって職業があったのを知ったんです。あ、これ英語もちょいちょいでよいし、旅もできるし、お世話もあって、あ、いいかもって思って、とにかく世界に行きたかったんで。で、ツアーコンだと思って、で、ツアーコンになるためにはって、もちろん大学の場合のそのなんとか外国語が大学とか上智とか、青山とかいうミッション系とかいろいろありますよね、早稲田とか。で、うちの高校って推薦で6大学入っちゃう人たちもいるような学校だったんで、そういう人たちはもちろんそのままそこを目指すんですよ。だけど、場合によっては一浪とかしちゃうじゃないですか。まずいんですよ、お金ないから。だから絶対に受かんなきゃいけないけど、受かるところに行くか、あとは私のその先の夢が旅行会社に入りたいっていうのが夢だったから、最短だと専門学校の方が最短だったんですよ。でも旅行専門の専門学校、当時ね、100%就職率っていうのがあって、もう東急観光に私入ってるんですけれども、そういう大手4社とか人気のところに行くところも推薦枠で行けるっていう話があって、お、いいじゃないかって思ったんです。いいじゃないかって思ったんだけれども、200万かかるんですよ、2年間。ないんですよ、お金。高校の学費も、都立と私立の足長おじさん的な、あれで授業料払ってたんで、私、高校の授業料も自分で後で返してるけど、払ってたんですよ、そっち両方とも面談で通して。そうなんですね。8000円とか1万円だったかな、だから、両方からもらうと2万円かなんかで、それが高校の授業料になってて。で、お弁当の学校だったんで、お弁当って大変じゃないですか。だから、白ご飯にお金が本当ない時とかって、梅干しみたいな感じ。
からみんなはすごいキラキラしたお弁当で、ウインナーがとかお母さんが作ってくれたお弁当とかある中で、一緒に開けると恥ずかしいじゃないですか。だから蓋で隠しながらこうやって食べて、さっさと食べ終わってみたいな感じ。そうだったんですね。そんな感じで昼とかもやってて。で、じゃあ専門学校が早いねっていうことになったけど、お金がないねっていうのと、あと進路相談の先生、立ち込んでね、専門学校って、専門学校当時の位置低かったんですよ。そんなに地位とか低いし、入れなかった人が行くのが専門学校みたいな、だったから、いいのって言われて、いや、ちょっと浪人っていうのはありえないので、そこは賭けをするわけにはいかないのと、私はもうツアコンになりたいって決まってるので、そこが100%就職率を持ってるんだったら、まずそこで行きたいっていうのが早そうっていうのと、あと調べた結果、特待生制度があるっていうのを調べて、で、特待生制度で成績優秀で模範になる人って言ったら50万円もらえるらしいんですよ、つって言って。だからその50万円を取りに行くのは成績いい方がいいから、それでそちらに行く方がいいと思って、つって言って。で、それでまず50万は取るんですけれども、で、50万を取る。でも150万足りない。で、150万をやるために新聞小学生住み込みでやったんですよ。そうなんですか。その肩代わりしてくれるから。それが150万だったんですよ、2年間で。なので、それで200万調達して、でじか、ゃあもう高校卒業の段階から100万円の壁を超えてるんですね。あ、超えてますよ、超えてますよ。体で稼ぐ。すごいですね。で、今思い出しても、その新聞小学生で働きながら、模範となる成績を取り続けて、宿題も完璧に出していってっていうタイムスケジュール、これはね、超絶大変だったんですよ。あんなに辛かった時代は今思ってもない。それはそうですよね。だって新聞配達するために専売所に2時半とかに行って、チラシ入れてタケノコ組んでとかってやって、でやって、その終わるのが5時半6時ぐらいでしょ。で戻ってきてからシャワー浴びたりとか、住み込みって言ってもお風呂とかないところの部屋のところだったんで、近所のコインランドリーの併設のシャワー浴びて、でそれで朝ごはん食べて、で学校が9時半とかからだったから、その間だけちょびっと時間があって、で、学校9時半から2時半、3時間。で、また戻ってきて、夕刊の配達して、で、その後、ご飯とお風呂、銭湯に行って、で、入って、宿題やると11時とかですよ。で、また2時半とかでしょ。すっごいきつかった。で、雪すごのい日でとか、雨の日と台風関係なく配達はあったから。すね。すごいですね。だから、体力と根性、そこ。で身につけた。いやー、そんな学生時代を、ね、過ごしててなんて知らなかったんで。そうなの。だからね、そう、だから今こんなね、ふやーっとしてるのは、もうその時の地味で暗く残念だった自分のあれとのアンチテーゼですよね、やっぱり。そうなんです。じゃあ、そんなにいろいろと大変なのは大変な思いというか、夢を目指してやられたこの学生時代から、実際ツアーコンダクターとして、まあ、社会人になられて、そこからどれくらいこうやられてたんですか、ツアーコンダクター。ツアーコン会社っていうのあるんですよ。で、東急観光ももちろんツアーコンダクター的な添乗員という名前の役割もあるんですけども、まあ、大手の方が、まあ、まずブランド的にいいなと思ったのと、いろんなこと学べるかもしれないって思ったから大手にしたんですけど、ところがその当時の東急観光でのツアーコンの位置って、団体旅行、修学旅行の添乗員、男性みたいな感じ。で、女子を出すっていうのはほとんどさせなかったんです。で、あれ違っちゃったみたいな感じだったんだけど、希望配属一応面談の時に出すことができて、私は渋谷駅ビル内支店っていう渋谷の中にある、今もないんですけどね、東京の渋谷の駅ビルの中にある、当時280店舗ぐらいあったのかな、カウンター店舗が。その中で一番全国的に売り上げが高かった店舗。だからすごかったですよ。1日に1000万売り上げるときとかあって。
すごいですね。入金が、それぐらい旅行会社が人気だった頃だった時はい。に、カウンターで、だからすっごい人数が来るんですよ。で、待ってるとみんな番号札待ってても殺気立ってるんですよ。早く次の番来ないかって言って。新人で入って、コンピューターとか使いこなせてないと視線が痛いんですよ。早くやれよ、ボケかすぐらいの、なんか、点を感じるから、新人でも新人じゃないぐらいのスピードでできていくようにするために、夜残って自主練してました。そうなんですそう、ね。東急観光のその一番メイン店舗だから、7台ぐらい端末使えないと仕事にならなくて、JAS、ANA、JAL、JR、自社端末、ワープロと、あとなんとかって言って、それを入社していきなりもう3ヶ月ぐらいで全部覚えなくちゃいけないんだけど、先輩は忙しすぎて教える時間がない。あ、このマニュアルあるからこれ読んどいてって、分厚いマニュアル本を膝に置いて、チャカチャカ打ってやるみたいな感じで。しかも営業終了後じゃないとダメじゃないですか。だからそんなんでやってるか、ここもまた体力使って、すごい。日中はもうさばくさばくお客さんヒアリングしながらガンガンさばいてって、パソコン残高打ってってっていう中で鍛えられるから、駅ビルに1回入ってから他の支店に行った人ってみんなすっごいってすっごい褒められるみたいです。全部できるから。うん。だから人によっては団体旅行とかの支店行っちゃうと、切符切りとか切符半コースだけの人とかが逆にうちに転部してきちゃうとできなさすぎて衝撃を 受けられるみたいな。それぐらい差があるところ。でも私なんかカウンター接客とか、じゃあ添乗員難しいんだったらカウンター接客でお客さんの手配とかやればずっと喋っていろんなことやってあげられるなと思って、でそこには6年いたんですよ。でも最初の配属がすごいとこだったんですね。そうなんです、そうなんです。なんかね、そういうの割とね、難易度高いとこを選んでいきがちかな、私割と。いや、間違いないですね。やっぱりこう、なんですか、修行じゃないですけど、なんかね、そう、なんかどうせなら日本一の店舗に行きたいとか思って、うん、駅ビルああ、でもね、分かった。貴子さんがなんでいろいろなことに対して突き詰めていきたいとか、なんかこう、高みに行くっていうのは、もうそこからもあるんですね。そうですね、やっぱ一番っていいじゃないですか、なんか。なんか一番って。そうなんだ。すごい。で、そのツアーコンダクターを20代の頃にやられて、あ、ツアコンっていうか、カウンターになっちゃいましたけどね、結局、外には出れないってことになっちゃったから。うん。でもここから、まあ、今は経営コンサルタントとしてなられてますけれども、はい。あ、そそのツアーコンダクターからまた違う仕事に行かれたんうですですね。はい。で、私、基本、現場が好きなんですよ。か？うん。なので、役職が上がってったりすると、転職したくなるんですよ。そうなんですね、逆にね。大体そんな感じなんで、要は、旅行会社だった時は主任とかマネージャークラスになると、カウンターに出るんじゃなくて、全部を見ながら、みんなのこうクレーム処理も含めて育てるっていう方に回ると、お客さんと直に喋れなくなるから、だんだんつまんなくなってくるんですよ。で、そうすると、転職をするんだけど、やりたかったことっていうのが、旅行ももちろんやりたかったんだけど、住宅もすごい好きだったんで、自分の家が貧しすぎて、キラキラするお家とかに憧れてて、自分で家もやりたいよねって思ったから、次、インテリアコーディネーターって職業があったのを知ったので、で、インテリアコーディネーターになりたいなと思ったら、まず勉強から始めるので、そのめっちゃ忙しい旅行会社にいながら、インテリアコーディネーターの勉強を始めて、で、なんかたまたまご縁があった人から、設計事務所でその図面を教えてくれる人が、そのインテリアコーディネーター実務で教えてくれるっていう設計事務所にも通い始めて、1年間やって、で、インテリアコーディネーターの夜間学校とかも行って、1回目落っこっちゃったんですけど、その、いや、すっごい大変なんですよ、インテリアコーディネーターの試験も。8教科、9教科ぐらいのやつ、まあ、旅行の方の主任の試験も結構大変で、国家試験なんで大変だったんですけど、で、図面とかもすっごい早く引けなきゃいけなくて、落っこっちゃったんです、1年目。まだ目指してる時に、その設計事務所の社長から、
自分の私が住んでた家、日吉だったんですけど、日吉の近くで工務店で今度新しくインテリアコーディネーターを入れてみようと思っている社長がいるって、いい社長だから紹介するよって言われて、その紹介で入って、初めてのそこはい。会社でのインテリアコーディネーターっていう形で、はい、入ったんで、そこで転職を一回してます。あ、そうなんですね。で、住宅、今度は住宅ですよ。で、住宅。で、やっぱ改革とかゼロのもの好きだから、こういうことをしたら、こういうふうにやったらって言って、どんどんインテリアコーディネーターってもともと雇われた時の照明とクロスと、なんかそういうの打ち合わせやってくれると、監督がやるとセンスないし、大変だから女性が入ってくれるなら嬉しいよって言ってくれて、最初それをやってたんだけど、結局それをやるためには木工事とか、そのベースの部分をいじんなきゃいけないような話になっちゃう時とかがだんだん増えてきちゃって、打ち合わせの範疇をどん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 広げていったら、もうほぼ家丸ごと一軒打ち合わせできるようになっちゃって。すごい。インテリアコーディネーターなんだけど、別にサッシとかも屋根とかああいうのも全部打ち合わせできて、木工事の黄色いぐらいです。基礎工事と木工事の軸組みのところぐらいは打ち合わせできなかったけど、あとは全部できるから、各業者さんと仲良くなって、水道屋さん、ガス屋さん、なんとかでっていう、だから監督より信頼されちゃってた。すごいですね。それすごいな、もう。でも、興味があるものに対して突き詰めるじゃないですか。そうですね、そうですね、そうなのよ、もう、幼少期から聞いちゃったから、そうなの私よ、は勉強しちゃって、とにかくもう突き詰めてやるから、そうなのよ、極めちゃうじゃないです極か。めちゃうのよ、で、極めちゃうの。で、今度は、さっきの今度、役職が上がっていくのっていうのと似たような感じになって、私が入る現場は全部黒字になるんですよ。原価計お、算とか、そっちも全部見ながら交渉して、お客さんから追加工事のお金を取るときも、その儲かるように全部やっていて、でも監督さんって忙しいから、なんか後でザルザルっとして帳尻合えばいいやっていう感じになっていて、もう顕著にそれが出ちゃう。そうすると、私を入れるっていうことが会社にとっての利益になるから、取り合いになるんですよ、監督さんの。でも、持たないんですよ、体が。そうですよね。だって、夜中の1時とかぐらいまでやっても終わんないほど現場やると、もうだんだん分かんなくなってきちゃって、いや、この状態まずいよねっていう状態になった時に、ちょうど卵巣嚢腫っていう嚢う腫ん。のやつ、別にがんじゃないんだけど、それを取る手術必要だよねが発覚したんで、あ、じゃあついでにもう一回転職っていうのもありだよねと思って、それを休むのと同時に、まあ、転職をの準備をそのしようみたいな感じで、そちらを辞めることにしたんですけど、どうせなら活かせる方が、その時ね、明確に何者になりたいっていうのを決めてなくて、この内容を活かせるようなもので、もうちょい激しくない仕事したいなと思って、トラバイを見てたら、テーブルクロスの営業の会社が大阪から東京に進出するっていうことで、青山のショールームでショールームコーディネーターを募集するみたいな感じ。お、いいじゃないですか、インテリアのあれも知識も活かせるし、お給料ぐんと下がるけど、まあ体も楽になるし、まあいいかと思って。応募したら、履歴書がすごいことになってるじゃないですか、営業的なものがあったりとか。そうすると、東京支店の営業男性を募集したけど、あんまり人が来なかった。この経歴だったら、ショールームコーディネーターより営業になってほしいっていうか、営業で採用したいって言われちゃって。まあ、いいかと思って、で、営業で入って、で、営業って言ったら、ほらね、がぜん営業魂が燃えるじゃないですか。で、当然、売り上げも上がっていくし、で、結構、口の悪い工場長とかとやり合うのも、ね、ねじ伏せられるじゃないですか。今までの感じで言うと分かります。だって、建築のおじさんたちとも渡り合い、大工さんとかにも認めてもらうために3年かかって、女が現場来るのかけぐらいのことを言われながら、最後はよくやってるよなとか言われるまで、もうしつこくやってたぐらいの私が、その1回のね、工場長、口悪いぐらいでどってことないんですよ、別に。で、やっぱ仕事で認めさせるって決めてるから。ね、ちゃんと高額案件も取ってきて、みんながボーナスが出るようにって、やっぱりやっていくっていうところで、で、うちの新人ちゃんの営業さんが、工場長にこんなこと言われましたって泣いて、なんか、とか言うと、何言ったんとかっつって言って、工場長に電話かけて、こうであでこうでって言うからっつって言って、いや、それは確かにその子は悪いって、でもね、とか言って、そんなこと言う必要ないでしょっていうことで。
今度そういう言い方をしたい時になったら、私に言ってきてっつって。そうだ、そこでじゃあ、もう完全に弟さんの幼少期というか、そこが出てるんですで、私に言ってきて言うと、彼女は直接が止まるんですよ。ね。言うと私に言いつけられちゃうから、私に言ってって言ったよねって言って、で、それがまた止まって、でも当然それだけの発言力を持つっていうことは、仕事はやっぱりちゃんとやんなきゃいけなかったんで、営業も頑張ると、まあ、営業とかの最優秀営業賞とか取ったり、で、営業部長になって、事業部長になってって、どんどん役が上がって、役員の手前まで行って。そうするすごい。と、今度は何が残念になるかって、またやっぱ管理職になっちゃうんですよ。そうすると現場じゃなくなっちゃうと、だんだんまた転職して。やる気なくなっちゃってるって。それで。それで、なんか、当時のリクルートのエージェントって、なんかそういうキャリアの人を転職を紹介するエージェントに登録をしていて、で、まあ、事業部長をやってたのも当時女性一人だったし、営業部長も兼任して、あとデザイン部の部長とかも3個の部長兼任してたんで、結構忙、まあ、やりがいはあったんですけど、まあ、忙しい部署ではあったのと、会社の数字とか会社を良くなっていくために、その会議に出てると、お客さんの気持ちと離れるようなこともしなきゃいけない時に言うても、なんか難しい時ってあるじゃないですか、会社の側の人間になっちゃうと、その立ち位置嫌だなとか思って、やっぱお客さんの気持ちはお客さんのものでって言いたいって思うと、役員になっちゃうと無理だよねとか思って、っていうのと、あと新しいことまた試したくなっちゃって、で、新規スタートアップで営業が私好きなんで、なんかそういうところあったら紹介してくださいって言ったら、パンをこねるコネキの会社の営業部長のスタートアップで募集してますって言って、スタートアップで面談して、で、食事系はだからそんだけやってるから苦手なんですよ、やってないから。パンなんか一度も作ったことないし、小麦粉と薄力粉の違い、強力粉と薄力粉の違いも知らない人ですよ。だけど、パンの会社なんですよ。で、面談で社長に言ったのが、私はパンの知識はありませんって言って、だけれども、入ってからそれは覚えますって言って、で、私ができるのは営業力ですって言って、だから何に興味を持ったかっていうと、この世にないものを、ないまだ出来上がってないものだったんです、その当時パンニーダーっていう機械を、ホームベーカリーと同等に一家に一台って広めたいっていう社長の思いに共感しましたって、だから私はそれをやりたいって言って、それで入って事業部長になった。そうなんですね。そこでパンとの出会いなんですね。で、そっからですよ、パン知らない私が、パンとかそういう食品、マックの店長だった人と、自然食品店の店長をやってた男の子が下に部下について、2人の方が食のこと詳しいんですよ。だけど、少なくともパンのことは覚えなきゃいけないし。で、猛烈にパンやりました。猛烈にやったんだ。工場でパン作るっていう研修がある以外に、もうパンの本読み漁って全部家で実験。だから会社で帰ってきて11時から2時がパンの実験タイムとかだから、その寝落ちするとオーブンに入ったままパンが朝固くなってるとかね、そういうのもあったりとか。だからそんなのやりながら、だからちょいちょい楽ちんな感じでやってる教室の先生よりはるかに私の方がパンできました。そういうことなんですね。もういろいろ調べてやっちゃってたから。やっちゃってて。で、さらに教室の先生のところも回って訪問でニーダーのことを伝えるんだけど、気が合う先生とか仲いい先生は自腹で切って自分で習いに行きたくって、で、それでまた、パンの知識をどんどん得て、実技もどんどんできてっていう状態で営業やってたから、あらゆる工房、あらゆる製法とかいうのを150個回ったんで、はあ、すごいですね。教室。で、その時ですよ、ようやってやっとコンサルになる。その時に、集客つらい、集客つらいとか、教室畳まなくっちゃ。どうしようって言った時に、私はまあビジネスのセンスで生きてきてた部分はあるから、コンサルじゃなかったけど、もしかしたらこんなことやったら人来るかもみたいなこと言ったら、3個の教室がそれで回復したんですよ。おお。それでその人の中の一人に言われたのが、
高橋さんみたいな女性の教室の専門の経営コンサルタントがいたら相談したいのにって言われて、なってくださいよって言われたんですよ。そうだったんですね。それでなろうって決めて。へえ、あ、そっか。もうすべてが体験ですね。もう泥臭く、うん。もう全部ドロドロのゲロゲロな感じですよ。いや、まあ、個人的にすごい共感しまくりなんですよ。どんなところで？僕も同じだから。ああ。まあ、僕は田中さんのように、優秀というか勉強しなかったんですけど、現場でいながらいろんなことを学んで、そして人のこう、なんだろうな、話、まあ、相談とかをいただきながらこう成長していった人間だから、すごく今共感しました。ああ、ありがとうございます。勉強ができたって言ったって、あれですよ、そのしょぼいところのレベルでの勉強で。いや、だって偏差値72ってすごい、もうすごいですよ。いや、だけど、その団体の中に入っちゃうと、せいぜい真ん中ですから。そう。せいぜい真ん中、っていう感じ。だから、天才って天才がいるんですよ。だから、そこもあって個性で生きていくっていうふうに思ったから、なんで、そこで、まあ、初めてじゃあそこに行こうって思った時と、あとちょうどその時に社長と喧嘩したんですよ。喧嘩っていうのが、これこれこういうふうにやった方がお客さんがね、こう望んでる声聞こえちゃうからやってっていう、今考えるともっと言い方ね、根回しすればよかったなって思うんだけど、まあ、下手だったからそのまんまわーって意見したら、ここは俺の会社だって言われて。あ、とか思って、本当だ、社長の会社だとか思って、私の言いたいこと、主張したいことを自分で実行したければ自分で会社作るしかないんだと思って、それで独立しようと思ったんですよね。そうなんですね。だからその一言ありがたかったんで、そうだ、人の会社で、ね、その意見言ったってやりたいように、だからやればいいじゃんって思ったんですよ。そうだそうだとか思って、私がやりたいことは私の会社でやるんだって思ったの。それで今はもうパン教室もそうですし、まあ、料理だったりとか、そう、教室業をやられてる方のコンサルが得意になられたんですね。そうです、そうです。それはパンの時にも、コンサルをやるためにパン教室を作っているので、だからむしろ苦手なパンというか、食の領域は私頑張る羽目になって、笑っちゃうと思った。だって食はコンプレックスだもん、私にとって。母はそういうのを作ってくれるっ確かてにいう確状かに。態じゃなかったし、みんなができることをできなかったから、例えば、バレンタインデーとか言うと、みんなが誰かのお家に集まって、なんとかくんの、なんとかチョコレート、なんとかちゃんのお母さんに教わりながら、クッキー作ろう、何作ろうっていう時に行けなかったし、行かなかったから、お菓子作りもやったことがなかったんですよね。で、お菓子作りってなんか幸せな象徴と、あと裕福ななんか象徴じゃありないでますすか、ね。なんとなくお菓子作りって。だからそれもやってこなかった。で、食もお母さんに教えてもらえないで、なんとなく2人でご飯食べなきゃいけないから、だから小学校2年生の時とかでも、なんかフライパンとか火使って焼きそば焼いてとか、弟と2人で食べてとか、そういうことをやってたりしてたので、そこで食には目覚めなかったんですよ。どういうものをどう食べていいかっていうか、そもそも材料が買えないので、食的にも一番ひどかった時には、卵かけご飯7日間連続とかっていう日もあったの。ここだ、選べないんですよ、食材が。買うとかいう以前の問題で。っていう中での、まあ、私できてないっていう状態分かってて、社会人になっていて、だからパンできませんけどって、でも覚えますって言ったのは、そういう意味なんですすよ。ごいですね。そうなんですよ。だから、でもやればほら、突き詰めてやっちゃうから、その頃にはもうだいぶ、ね、自分で研究用のあれはお金使える状態にはなっていたから、でどんどんやってっていうふうにして上手くなっていくから、そういう状態でやった私で、教室はマーケティングで作った教室だったんで、繁盛したし、満席にもなって全国から来る、だからそのデータは取ってある。だけれども、私はビジネスとして教室を立ち上げてやって、そこまでそのパンそのものには超思い入れはなかったとしても、そのお客さんとしてのこういう人にこういうものが好まれるだろうなっていうふうに思って、
やるっていうことでうまくいったんですよ。ってことは、思い入れがあって、すごく好きなお菓子、パン、お料理、それをそういう人に伝えたいっていう志のある人なら、その熱量も加えてマーケティングが分かれば、もっと簡単に教室流行るよねっていうロジックで教えてたんですよね。おお、そうなんですね。みんなそこが弱かったから。そこが弱い方がほとんどじゃないいや、ほとんどですよ。で、分かったのが、やっぱ皆さん職人だから、ですか。うん。そっちを教える、作るのが好きすぎて、私逆にそこは苦手領域だったから、切り離した状態で考えることができていたので、逆に良かったのかもしれないけど。素晴らしいですね。ありがとうございます。若子さんが、今の位置で活躍をされているのが分かりましたよ。わかりましたよ。そうでいや、すか。本当すごいですね。ちなみに現在は、非常識経営コンサルタントとして、先ほど言ったパン教室だったりとか料理の教は室、その方々に対してのコンサルだったりとか教室で今は流行られてやられてるんですよね。い、はい、そうです。はい。ちなみにどんなようなサービスじゃないですけども、ああ、そうですね。大きく分けて言うと2つあります。で、1つは、年に数回しか募集はかけないんですけれども、3ヶ月の短期で集中して、マーケティングのこととかをバーッとこういっぱい学ぶみたいな、その集中講座があって、それがリビング企業アカデミーベーシックアドバンスっていうのがあるのが、まずちょっと大きめの集中講座があるんです。で、それ以外に通年で募集をかけている、私のオンラインサロンっていうと結構軽めな感じに聞こえちゃうんですけども、私と個別相談ができる状態での月額会員制の仕組みで、女神のティーサロンっていうのがあるんですけど、それの、ゴールド会員っていうのが面談の権利があって、シルバー会員っていうのはグループセッションの権利があるっていう、この2本立てがあって、これがまず大きな流れにあるんで、月額会員はいつでも入れるんですけど、空きがあればっていう状態。で、こっちは年に2回とかぐらいの募集の時にうまく入れば入れるよっていう感じで、通年募集は月額会員制のコンサルティングのシステムが通年募集です。で、最近で言うと、これにもう一個上のものができたのが、今、シルバー、ゴールドってありますよね。で、それの1個上にプラチナっていうのを作ったんです。で、こっちの方の数ヶ月の講座のやつの、もうちょっと長い1年8ヶ月プランっていうのが、コンサルタント養成講座っていうのを作って、こっちもコンサルタント養成講座の終わった人がいる場所としてプラチナ会員で、今、だからコンサルタントを育てるコンサルタントに今、シフトしているって感じです。一般の方そうもなやんっでてますすけね。どね。うん。いや、素晴らしいです。数年じゃなくて、このもう一つの方の、リビングキッカーアカデミー？ちなみに近く募集する予定ってあったりするんですか？これが年間スケジュールの中で大体組んでることが多くて、なぜなのかっていう理由が、本を私毎年2冊出したい。で、その本になぞらえて、だいたい3回ぐらいは全国のライブツアーどっかでやるっていうのが、主に後半に集中してるんですよ、夏以降の。そうすると、そこでの募集ってほとんどないですよ。なので、だいたい2月か7月かっていうのが2回募集あるかどうかっていうところなんで。そういうことなんですね。じそうなんゃあ、です。次だったら77月。月ぐらいだということですそうですね。ね。7月はもうね、決定はしてるんですけれども、するんですね。なので、2月は、その次の2月も決定はしてはいるんですけど、その頻度が、もう1年に一遍とかなっちゃうかもしれないので、そちらを検討している方は、そのタイミングでうまく入ってもらう方が集中的にできます。で、この私のじゃあコンサルタント養成講座に入っているメンバーとか、ゴールド会員で成果を著しく上げている人って、みんなリビング企業アカデミーベーシックやってます。そうなんですそれね。ぐらい基本の基本のウェブ集客の全般と、あと単なる SNS で頑張って集客するっていうものじゃなくて、
根本的に仕組み作りをしていく講座になっているので、自動集客っていうのを私は提唱しているので、その基礎作りの考え方を全般的に組んでいくっていう内容になっているので、まあ、基礎の部分で、ちょっと本格的にちゃんと教室を10年普通に続くようにやりたいっていう人には絶対おすすめがリビングティーアカデミーです。うん、いや、素晴らしいですね。ぜひ皆さん、高子さんの、もちろんその教室もそうなんですけど、ぜひね、皆さんにまずは知ってもらいたいのが、YouTube とメルマガです。これはね、何がすごいかっていうと、尋常じゃないぐらいの情報量です。こんな情報をね、配信してる人ってあんまりいないぐらいすごいんです。ありがとうございます。でも、その情報も含めてどういうふうにやっていくのかっていうのを、教室だったりとかで教えられている。ぜひですね、そこのルーツになるメルマガと YouTube をね、皆さんに見ていただきたいなっていうふうに思ってるんです。ありがとうございます。もう本当に私がね、言うのも手前味噌なんですけど、YouTube とメルマガは超おすすめで、で、さっき言ったようにゴールド会員のメンバーとかもちろんそれを聞いていたりとか、まあ、コンサルになっているメンバーも聞いてるんですけど、耳から入っていく方で見ているのが YouTube になってるんですが、メルマガの方が YouTube を文章化して起こしたものがメルマガになってるので、目で読みたい人はそっち、耳で聞きたい人はそっちっていう感じで、1本大体30分ぐらい喋ってるので、もうミニセミナーが山のように襲ってくるみたいな感じです。すごいですね。もう今のお話を聞いていただければ、もう高子さんは常に突き詰める、これだと思った時には勉強し突き詰めて、そこで得た自分の知識を動画だったり文章で皆さんに提供してるんですよ。だからね、これは本当に有料級だと僕は思ってます。ありがとうございます。ね、本当に生々しいよね。現場の話だから全部。それをだって無料で出してるんですよね。出してます。で、無料で出す理由っていうのももちろんあって、私の教え方っていうのが、基本一人の人をじっくり育てたいっていう、もともと性質があるのと、全部一人で教えてるんですよ。写真も。動画も、あれも彼もデザインもなんやかかんやか。そうすると、普通は企業塾とかあったら、コンサルはコンサルの領域。で、SNS はこれ、デザインの人はこれって、大体6人ぐらいでパッケージで教えるケース多いと思うんですけど、私一人で全部賄ってるので、圧倒的にだから人数が、見れないんですよ。だけど、見た人はすごい伸びます。当たり前だけど。全部破綻がないように組んでいきますから。だけれども、習いたいけど、いけないっていう人、がいる人は、せめて動画でも、ね、見ておいてもらって、自分なりきに、まあ、頑張ってできるとこまでやっといてもらうと、その後私のところに来た時ももちろん早いし、仕上がりが分かってくれている状態で来ていただけると。っていうのと、あとは汎用的な内容を、自分でちゃんと自分ごとに置き換えてできちゃう人って私いらないんですよ、基本的に。できなくて、じゃあ自分の場合どうなんだろうになると、やっぱコンサルが必要になるなって思っていただいた方が来てもらうための課題の炙り出しにも使ってもらうのにもいいかなと思ってるので、バンバン出してます。いくら喋っても大丈夫っていう感じですね。大丈夫ですすごい。どの道だってその人のは、その人の状態に合わせて全部カスタマイズしないといけないから、うん、できちゃう人は私いらないし、できない人が私が必要になるっていう感じ。でもすごいですね。高子さんはもちろんそのような形で YouTube だったりメルマガで情報を提供されてるんですが、高子さんの生徒さんもまたすごい。ありがとうございます。もう。本当ね、素敵な方が多くて、もう高子さんと同じみたいな感じあ、で、そうみんなんですなでよ。上手。伝え方がやっぱり上手。ありがとうございます。もう私の思想を分かってくれた上で選択できる人生を持てる幸せな人を増やしたいと思ってるから、思想って、要は別に洗脳とかいう意味じゃないですよ。思想っていうのは考え方、特にマインドの部分。が、それだけのこと私やってきてるので、折れない心とかへこたれない心みたいなのが普通に身についてるのを、みんながそれを普通になると何でもできるし、何でも夢が叶うし、ね、多分、まさみっちゃんは知ってると思うけど、私やるって決めたのは全部やってますよね、何でも。うん、これしたいって言ったら全部できちゃうのは、
できると思ってやってるからなんですよ。で、そういうふうにやると皆さんができると思ってもしやるって言ったら諦めてた夢とかも全部叶っちゃうから、そのマインドを分かった上でお仕事に取り組んでもらうと人生も豊かになっていいよねって思うから、マインドを伝えるのがすごいね、多いです、私の場合には。いや、もう本当ですよ。ぜひですね、高子さんは YouTube、メルマガもそうですし、書籍も、もう僕の周りの友人に高子さんの本をプレゼントしたありら、がとうございすます。ごい好評で、この本、実はですね、僕の知り合いで、生徒さんを持たれ、あの生徒さんって体美容系の先生で、これちょっと私の生徒さんにプレゼントしたいって言って、何冊ともプレゼントされてますよ。嬉しいです。そういうお声もね、すごくいただいてて、実はコンサルタントの男性の方からも同じような話を聞いていて、僕のクライアントさん、女性が多いから、私の本をプレゼントで渡して、言いにくいこととかも本に言ってもらうと、僕が。すごいですね。私、結構ほら、バッサバサ書くから、それを自分が言い切れないから、女性に言うと、微妙な空気感がよくわからない時があるって、要はそれによってなえちゃったりすると、変に優しくしちゃうとめっちゃ依存されるしとか、厳しく言って、はい、さようならになっても困るしっていうさじ加減が女の人の場合難しいとか言われて、で、その時に私が書いてる本渡すと、もちろん女性に共感されるように書いてますからね、基本的には。だから、それでこれで勉強してって渡すと楽でいいですって言われて。素晴らしいです。ですので、タコ子さんの、本もですね、ぜひ皆さんには手に取っていただきたいなと思ってますし、ありがとうございあまとす。はその本の内容とかも含めて、これから LINE 公式などを踏まえていろんな情報があるので、本す当べに。てに対してのタコ子さんにやられていることを皆さんに知ってもらいたいなっていうふうに思って、今日はインあタりビがューをとうごさざいせていまたす。だきました。ちょびっとだけ宣伝していいですか？はい、もちろんです。実は今回の LINE の大改革に一番個人力いただいたのはこちらのインタビュアーのまさみちゃんで、本当に、おお、そこまでやるかみたいな、すごい分析の人やねとか思って、私が下を向く素晴らしいコンサルタントの方でもいらっしゃるので、ぜひちょっと宣伝挟ましてもらうと、私の LINE とかそれこそ見ていただいてね、あ、素敵だなと思ったらまさみちゃんのコンタクト取ってありがとうございまみてください。ありがす。とうございます。いやー、楽しかった。なんか聞かれると、あ、そうだったなとかって思い出した。でも、高子さんの幼少期から含めて、とにかく突き詰めて、行って、まあ、実行、常に行動する人だっていうことが分かったので、間違いなく高子さんについていくと、結果になると僕は思いますので。ありがとうございます。私、あれみたいな感じで行きたいなと思っていて、ドクター X の米倉涼子だっけ？私、失敗しませんから、みたいな。あれな感じで生徒さんが来た時に、成功させますから、みたいいいですな感じ。ね。100%、その代わりお金積みなさい、みたいな感じじゃない、あれって。そこは間ない。違いないですね。ないにしても、それぐらいの感覚ありますよ。私を信じてついてきてくれるんだったら、言った通りに実行してくれるんだったら、絶対に成功させる自信ありますもん。いや、素晴らしいです。もう、そういったところで、皆さん、高子さんについていただければというふうに思っております。シュパルタンですけどね。愛のあるスパルタです。ありがとうございます。ありがとうございました。まさそみれでさん、は、ありがとうございました。今日ですね、非常勤経営コンサルタントの高橋貴子さんにインタビューをさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。